はい、新藤 YouTube、代表取締役社長の石川達也です。営業一課課長杉浦です。営業二課課長筑田です。よろしくお願いします。皆さん、1年大変お世話になりました。緊急事態宣言が、発令されまして、県をまたぐ移動がですね、なかなか営業も難しくなりまして、我々何かできることがないかということでこの新藤 YouTube を始めさせていただきました。基本的にですね、台本なし、そして、一発撮りというようなことで、やってきましたけれども、どうでしたかこの YouTube、杉浦課長。はい、私最初ですね、不安たっぷりで始めたんですけど、お客様が意外と反応してくれてですね、だんだんちょっとやる気になっております。なので来年も頑張っていきたいなと思っております。どうでしたか筑田課長。はい、第1回目が、4月の29日。細かい、はい、第1回目で、で今回で40回目なんですよ。、はい、すごいね。本当早いもんで40回もやったなというのは正直な意見ですね。はい、なるほど、はい、で今日は、はい、年末最後の収録ということで、また3人で撮らせていただいているわけですけれども、今日は何かこうご紹介させていただくことはあるんですか。はい、今日はですね、まさしく2020年を振り返ってみるということで、今ほど筑田課長からありました、この40回の中でベスト3の再生回数、これをご紹介していきたいなと、最も反響のあったと言ってもいいでしょうか。この3作品をご紹介していきたいなと思っています。なるほど。この新藤 YouTube 非常に再生回数が少ないんですけど、その中で、ナンバー3を選んだということなんですね。ぐっと厳選して。素晴らしいですね。はい、じゃあ早速3、2、1と言ってまいりたいと思います。それでは第3位、ザザン、ゼロ円設置、太陽光発電の新しいご提案、エネカリの説明動画です。なるほど、来ましたね。これはあの和紙を買いが出てたやつですよね。はい、もう完全に YouTuber ですね。なんかもう和紙をくん、もう太陽光屋さんみたいな感じになってて、変わら知らないんじゃないのかお客さん多いぐらいね、本当に。それぐらい、エネカリに関しては、プロと。なるほど。ただこれあれじゃないですか、冷静に考えてみると、いつもあのこう単独で単品撮りしたものと、我々が出させていただいているあのコメント付きっていうね、2つ撮らせていただいてますよね。はい、でこれ確認なんですけど、コメント付きがナンバー3だったのか、コメントなしがナンバー3だったのか、どちらですかね。そう、ちょっと私わかんないですけど、どうなんですか、言っていいんですか。ない方です。ない方です。コメントなしで我々が出てない形なんです、ね、コメントが響かなかったっていう。響かなかった。なるほど。じゃあこのエネカリは実は僕と社長と2人でお話ししてる。これは単品撮りしたやつじゃないんですか。単品撮りだけ、コメントなしか。これはあれですか。あ、そっかそっか。これは一本撮りのやつなんですね。はい、そうです。あ、なるほど。よかったですね。これ和尚会員、よかったですね。これ和尚会員、こうなんか思い出かなんかあるんですか。はい、この動画を、配信させていただきまして、お客様からうちの家庭でもちょっとシミュレーションしてくれよというお話を多数いただきまして、中にはあの前に進んだ物件もあったりとかしてますんで。確かにこれ内容が結構濃かったので、一回見ただけでは分かんないっていうね。そうですね。これお客様がこれ見たけどよく分かんないから詳しく説明してくれっていう話が多かったですね。なるほど。それは素晴らしいね。動画を撮ったのにもかかわらずよく分からないもう一回とか、すごいすごい営業力がありますねこれね。なんで逆に言うとお客様に興味を持っていただいたということでは非常に有意義な動画があるかなと。これはこれからの動画作りの一つヒントになりそうですね。そうですね。つかみというところですかね。なるほど、はい、じゃあそれでは早速第2位に移っていきたいと思います。第2位はザザン。はい、石付き板金工具ターボシャーの使い方動画です。なるほど。3位と2位を和千代くんが独占、なんかジェラシーじゃないですか、これちょっと。すごいですね。たまたまの
タイトルに救われました。うん、それどういうことなんですかね。これはあのターボ車の工具の動画なんですけども、まあ、石突き板金を施工するにあたって、うん、まあ、何か施工のポイントですとか、うん、楽になる方法ないのかというところで、うん、新しい工具のご提案。なるほど、これあれだね、多分きっと、まあ、我々はあの別にそんなに再生回数にはこだわってなくて、まあ、あの情報を必要とする方もしくはあのお客様に ね、 そうですね、届けばいいなということで、うん、まあ、我々やってるわけですけれども、その今和尚会が言ったあのタイトルに救われた、これは多分あれだね、走り屋も間違って見ちゃったんじゃないターボだけそういうことなんじゃないのか。YouTube で別に新東とか河原とか、うん、そういう話ではなくて車好きがたまたま見ちゃったんじゃないのかな、ターボ違い。でも実際僕のお客さんでこの動画を見て、うん、あのそのターボ車1台ご購入いただいた、車を買った、車1台ターボ車ですから、工具なんですね、工具をね、はい、買っていただいた方もお目になられるんで、まあ、それは本当にありがたいお話ですよ、ね。ちなみに佃川町昔ね走り屋で、ね、どっかターボで、うん、ワンギリティその前にシルビアを1年で潰していますので、ね、工具の話じゃなくなっちゃうからまあでも第2位ということ で、 あのやっぱりあの基本弊社のお客様向けの動画ですので、やはりあの職人さんの工具とかお役立ちグッズってやっぱりあの私も集計してて結構やっぱり再生回数多かった。なるほど、まあ我々も結構ねあのタイトルとして取り上げさせていただきましたしね。そうですね、これこの流れでいくとじゃあナンバーワンは工具なんですかね。どうですかね。じゃあ最後いってみましょうか、うん、第1位はダダン、はい、ハイブリッド軽量屋根材フックシングルの施工説明動画です。おー、これあの谷カインがあの技を見せてくれた動画でしたね。はい、はい、あの私らが谷カインに乗っかった感じがたっぷりの動画でしたね。そうですよ、これあの他の人がやるとやれないんで、あの、ね、失敗動画になっちゃいますよ。まあ、谷さんの施工がいいのと、あとはあの谷さんの声がいいっていうね、うん、そうですね、そのなかなかちょっとどういう反応をしていいのかはね、谷カインの声がいい、そうです、渋い声、うん、であのやはり谷カインが昔職人さんやってたっていうことで、うん、やっぱりあの見られる方が見られれば、ああこの人できるなと、やっぱり営業マンが、うん、あのやっつけ仕事をやってる感じではなかったんで、そこがご評価いただいた点なのかなと。そういうことですね、やっぱりこの施工っていうところはやっぱり皆さん結構楽しみにしていただけるということなんですかね。そうじゃないですかね。どうですか、そのお客様の反応としては。つくだかいこのフックシングルですか。いや、この施工の動画という切り口で、反応というよりもやっぱり自分でその説明するときにこういうふうに成功するんですよということで見せるみたいな使い方が多かったものですから僕の場合はですね、はい、まあ、確かに成功ですから、はい、なかなかマニュアルとかね、うん、口で言ってもなかなか伝わりにくいのかなっていうのはあるでしょうね、うん、ですね。谷会員実際どうですか、はい、やってみた感想、うん、あとお客様の反応とかって実際まあ、撮影の時に施工をあの携わらせてもらいましたけども、すごく軽くて、施工線も早いなと、はい、すごく感じました。でお客様のところに出向いた際にも、まあ、商品説明の際にこの動画も一緒に説明、させていただくと非常にお客様もリアルに分かりやすいと非常に好評でした。なるほどね、やっぱりあの今聞いても谷川の声がいいね、響きます声じゃないんですけど声がいいね、うん、ということで今年の第1位は谷会の声でしたな、ええ、でもちょっと待ってくださいよ、これ今この 3,2,1 とこのご紹介をさせていただいているわけですよ、はい、ね、ええ、我々あの河原のメーカーですよ、ね、これどうなんでしょうね、この辺いかがですか。そうですね、河原が一つぐらい入るかなと思ってましたけど、うん、実際入ってないということで、うん、個人的にはあの S 型の、うん、あっ、おー、S 型で、でも押したかったですけどね。S 型っ
って、いろんな形で取り上げたんですけど、はい、2回ほど飛ばして、あの後からやった台湾の、うん、に S 型がこう使われてますよみたいな感じのやつと、うん、はい、もう一つは、正六の色。うん、あ、正六ね。はい、あれなんか個人的にはあの個人的には気に入ってましたけどね、うん、はい、まあ、確かにあのね、うん、昔の色が今新しいと、はい、ね、まあ、あのなかなか内容としても面白かったですよね、うん、どうですか杉浦課長。はい、私いろいろお客様にご覧いただいた感想を聞くと、瓦ってやはりお客様自体自身もご存知ですので、うんうん、やっぱりあーっていうので知ってるよ知ってるよ的なところがあったんで、やはり新鮮な、まあ、新しい屋根材だったりとか新しい工具の紹介はやっぱり食いつくねというお話結構いただきましたので、ちょっとその辺がやはり瓦の部分がというのはあるのかな、うん、まあ確かにね、あの瓦については逆にお客様に詳しいですからね。そうですね、ただあのやはりここで一つだけあのお伝えしておかないといけないのは、すべての、再生回数を足したものについては、瓦がなんと一番だったと。ご存知でしたか。いや知らなかったです、うん、ね、うん、一番です。あの単独の単品のタイトルを上げさせていただきましたところ、うん、123はこういう結果になりましたが、我々40回にわたりね、はい、取り上げさせていただいた中のトータルをさせていただきますと、代わりに関するものが総数では一番多かったと、はい、ぜひですねこんな形で、また進めていきたいと思っております。、これからもよろしくお願いいたします。この1年ですね本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。